変装曲はブラームスが1873年に作曲した変装曲。ハイドン変装曲の略称や聖アントニウスのコラールによる変装曲の別称でも親しまれている。先に二大ピアノ版、次に還元楽版が完成した。ブラームスは1870年に友人でウィーン楽友協会の司書カール・フェルディナント・ポールから当時は ハイドン作とされていたディベルティメント方冒険2-46のシャフを示された。その第二楽章はセイアントニウスのコラールと題されていた。ブラームスが変奏曲の主題に用いたのがこれである。近年の研究によってディベルティメントそのものがハイドン作でないかディベルティメントがハイドン作であっても主題であるコーラルはハイドン作のものではなく古くから ある賛美歌の旋律を引用したものと考えられているため、最近は聖アントニウスのコラールによる変装曲と呼ぶ向きも見られるが、一般にはハイドン変装曲との呼称が定着している。ありがとうございます。